おばあ様、大丈夫ですか？助けに来ました、女王様。クローディア、それにエステルさんも。ようやく来たか。待ちくたびれてしまったぞ。ローランス少尉、どうしてこんなところに？私の任務は女王陛下の護衛だ。ここにいても不思議ではあるまい。ふざけないでよね。いくらあんたが腕が立ってもこっちは3人もいるんだから。何こいつ、ずいぶん腕が立ちそうね。一体何者なの？情報部特務部隊隊長ロランス・ベルガー少尉、元両兵上がりで大佐にスカウトされた男よ。ほう、そこまで調べていたか。さすがは S 級遊撃士カシウス・ブライトの娘だ。外部には公表されていない先生のランクを知っているなんて。こいつただものじゃないわね。お前のことも知っているぞ。ランク C 銀線シェラザード・ハーベイ、近々ランク B に昇格予定らしいな。あのおばあ様を返してください。もしあなたが大佐に雇われただけなのなら、もう戦う理由などないはずです。この世を動かすのは目に見えているものだけではない。クォーツ盤だけを見ていては歯車の動きがわからぬように。え？心せよ、クローディア姫。国家というのは巨大で複雑なオーブメントと同じだ。人々というクォーツから力を引き出す数多の組織制度という歯車、それを包む国土というフレーム、そのありさまを把握できなければあなたに女王としての資格はない。面白い例えをするものですね。ですが確かにその通りかもしれません。まさかこの場で国家論を聞くとは思わなかったけれど。これは失礼した。陛下には無用の説法でしたな。なんかよくわからないけど、要するに女王様を解放する気はないってわけね。だとしたらどうする？決まってる。力ずくでも返してもらうわ。そうね、ここまで来て後には引けない。あなたからは敵意は感じられませんけど、おばあ様を取り戻すためなら剣を向けさせていただきます。いいだろう。ならばこちらも少し本気を出させてもらうぞ。金髪？いや、アッシュブロンドね。どうやらこいつ北方の生まれみたいだわ。北であるのは間違いない。ま、ここからそれほど遠くはないがな。え？お前たちが女であろうが手加減をするつもりはない。行くぞ。
は？Bad.